覚えておけ、グリシャ。巨人の力はこうやって使う。こんにちは、ドラゴンアラの皇帝ヒリアス・イモンキスへこそ。どうも、進撃の巨人の継承者エレン・クルーガーだ。俺がフクロウだ。ということで今回は前回のガチャ動画で俺の継承していた巨人、進撃の巨人の継承者であるエレン・イエーガーがみっともない引きをしていたエルディア復権派の旗本、ミカサやアルミンを救うことができなかった。そのガチャ動画を見て、このままではミカサやアルミンを救うことができないと思ったこのエレン・クルーガーは、一週間マーレに潜入している中でムカキンオーブ200個を集めてきた。そこで今回はこの200個、ムカキンオーブ200個を使って、この私エレン・クルーガーがガチャを40連していこうと思う。ということで今回ガチャを回していく。狙いはミカサやアルミ、いやミカサ&アルミン、そしてみんなだ。そこで今回はまず40連していく前に、同時に集めていたこの特玉1個を引いて、さらに熱を上げてからガチャを引いていきたいと思っている。さあ出るぞ。そういうものだ、ミカサやアルミンではなければダメだ。アルミン単体ではダメなんだ。ミカサ&アルミンを助けに行こう。いや、ミカサ、アルミン、その他諸々すべてだ。ミカサやアルミン、みんなを救いたければ使命を全うしろ。グリシャ、これがガチャの引き方だ。行くぞお前ら。ミカサやアルミン、みんなを救いたければガチャを回せ。使命を全うしろ。ガチャが40連の10連目だ。進撃の巨人の継承者、この巨人はいついかなる時でも自由を求めて戦った。おお、来た。自由を求めてミカサ&アルミン。ナナミという、ナナミ誰の記憶だろう、ナナミ誰の記憶だろう。ということで20連目やっていく。ただこの右上を向いてほしい。腰玉が溜まっている。ミカサやアルミン、みんなを救いたければ使命を全うしろ。ムカキンオーブをガチャに使え。心臓を叩けよ。精神を叫べ。精神を怒れ。精神を戦え。おー来た。精神を戦え。おーもうおーうわ、精神を怒れ。精神を叫べ。おー確定した。継承成功だ。使命を果たした。使命を果たした。だが見てくれ、全ては血ならしを止めるため。早く行くぞ、世界を救いに。そうだ、世界を救うことはできていない。ミカサ、アルミ、みんなを救いたければ使命を全うしろ。ガチャを引け、ためらうな。使命を全うしろ。確定室に帰れんのか。来たー。来るぞ。来る。味方アルミ、味方やアルミ。来た、星玉だ。これでちゃんとコニーも救いたい。ちゃんとコニーも救う。これだ。ちゃんとコニーを求めて戦った。いついかなるガチャでも、いついかなる。コニーか、こいつは。こいつはコニーか。コニーじゃない。ちゃんとコニーじゃない。いや違う、ジャン&コニーを救いたければ使命を全うする。最後のガチャを引いていく。確定室はない。最後、これは消えていく。みんなを救う。うわ、出てるが。また周りに潜入しないと。どうだ、これが楽しいと思うか。どうだ、
これが面白いと思うか。いえ、どうだ上、これが面白いと思うか。どうだこれが。